いきなりチャンスはやってくる。キャストはやめるな。そしてカメラを止めるな。どうするこの口。いきました。塩ですね。いいサイズの味ですね。てるちゃんやで。てるちゃんやで。でおなじみの、オーラの一文字にやってきました。まあ、オーラの一文字ね、久しぶりです。でシーラ祭りも一段落して、これからは青物ですね。まあ、ハマチ、メジロ、塩、この辺りが狙えるのがこのオーラの一文字ですね。で、まあ、ショアジギングもね、いろんなスタイルありますけれども、今回ライトショアジギングで、まあ、青物狙いやっていきたいなと思います。まあ、最新のね、ショアジギングあります。まあ、温故知新、古きも良き、新しきも良きと、新しいものと古いものと織り交ぜながらやっていきたいなと思いますので、ぜひご期待ください。まずは表層からチェックしていきますね。ちょっとね、ナブラがあったりしてるんで、シャクルだけが正直じゃないですかね。向きでも取れるんかな。取ってみようか。あれ、リトリーブで食った。タチウオ、よいしょ。ちょっとやっぱりね、まだ、朝まずめ薄暗い時間帯はやっぱりタチウオですね。まあ、シャクルーだけがショアジギングじゃないんで、リトリーブさせてもぜひ狙ってください。まあ、タチウオでしたけれども、これで青物釣れるケースも十分ありますので、 TG の 40g と1002の MSJ、 抜群の組み合わせです。まずはタチウオからスタート。てるちゃんやで。これ外向きですね。外で釣れるのか、中で釣れるのか、さあもうやってみないと分かんないですね。当たって砕けろ。 Go for broke。 当たって砕けろ。やってみないと分からない。まずはベーシックなワンピッチですね。これ一番基本になるやつです。ハマチ狙いなんかだったらやっぱりね、ベーシックなワンピッチ効きますね。塩の場合は早めのワンピッチ。同じタックルでそのしゃくり方を変えることによって狙う魚を選ぶこともできますね。これ塩、リトリーブだと青物ももちろん釣れますけど、タチウオ釣れたりマダイが釣れたり、しゃくるショアジギングとはまた違うターゲットが顔を出してくれますね。塩緩なったな。すごい味浮いてる。 TG の 40g。 これね、リアフックはついてないんで、後付けでリアつけてください。まあトレブルでもいいし、シングルでもいいし、ツインでもいいし、その辺はもうお好みで結構です。何かしらついてると1人ずつ全然違いますので、
あ、こっちに OK 出てきた。塩かツバスか。チェイスあり。食うとしたらこれすぐ今このジグを追っかけていってるはず。ボトムまで沈めてすぐ立ち上げる。こうなんか塩やったら食うけどな。上がってる、上がってる。塩やな。すぐ釣れるからな、塩。もうこの次のこれが勝負。これで見切られたらもう多分スイッチ入らないですね。塩、じゃあクリ。見切られた。ちっちゃいイカおる。豆イカ。白いやつ。うん。お、これで食った？引かない。頭。フォールですね。着底と同時。結構ね、青物狙っててもボトム取ると根魚も釣れますので、根魚もジグで狙ってみてください。 TG の 32g。 ベイトの動きが制御不能やな。青物が多分近くをうろうろしてますね。さあ、魚は何でしょうか。そこの奥でアジ。はい、フォールでしたね。まあ、あのジグはね、シャクルだけじゃないんです。リトリーブもよし、そしてあとフォール中、これもね一つのアクションなので、で今もねフォールの途中でバラ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 ってラインが出ていきました。何かしら違和感があったら即ねベールを返してフッキングさせてください。さっきみたいにね、当たったけどね乗らなかったとかバレたっていうケースもありますけれども、そこでねもう一回あの追加でフォールさせてやると追い食いしてくるケースもありますんで、ぜひフォールのあたりもしっかりと捉えてください。で942の SSJ と TG の 32g、 タックルを変えて正解でしたね。いいサイズの味ですね。オーラの一文字といえばもちろんてるちゃんやで。さあ、とりあえずタチウオ、ガシラ、アジと何かしらは釣れる。まあ、TG 使うとね、特に今これ 32g、 シルエットがコンパクトなんでいろんなもの釣れちゃいますね。あとはハマチと塩を釣って五目達成でフィニッシュ。ねえ、秋の三大ターゲット。もう当たって砕けるしかないですからね。 Go for block。 ちょうどいいな、しゃくりのリズムに。ねえ、Go for block。 Go for block。 マサ斉藤選手のご冥福をお祈りしつつ、ぜひマ
佐北宮選手期待しましょう。マサ斉藤といえばやっぱりあれが忘れられないですね。ビッグバンベイダーを連れてきた時、皆さんももちろんご存知だと思いますけれども、イノーク、この男と戦えって、俺がアメリカから見つけてきた男だって。一回ね、大阪府立体育館でね、入場してくるところのベイダーをね、近くまで見に行ったんですよ。その時にね、ガーって顔をね、叩きつけられてね、メガネ吹っ飛びましたね。その時もう殺されるって思いましたね。メガネ吹っ飛んだだけやのに、もうあかん、一巻の終わりやって。絶対にね、入場してる花道にね、近づいていってはいけません。メガネ吹っ飛んでいきました。塩とハマチ釣りたいとき、そんなときはもちろんこのセリフ、カモンオーバーヒア。潮止まりなんでちょっとさらにフィネスに、ジンパラ TG の 18g、通称別腹 TG、 食い気がなくても思わずパクッといっちゃうスモールシルエット別腹 TG で何かしら釣ってみます。カマスもおらへんな。カマスいてたら当たるけどな。ここはほんと来てみなわからんな。まさに5、4、6、5、4、6。オーラの一文字はね、やっぱり回遊ルートになってるんで、何の魚が回遊してるのかは来てみないとわかりません。ぜひ皆さんも当たって砕けてみてください。もちろん大谷一文字来るのはてるちゃんやで。イカが結構出てきた。こうイカがちょっと潮動き始めてきたんかな。潮が大好きなこうイカが、あ、ここにもおる。墨吐いた。お、アジ、大群。アジが戻ってきた。あれ、なんだろうね、ちっちゃい魚やな。あ、追われてる。ハマチやないの。おるんやな。おるけどスイッチ入らへんな。4、5匹おったけどね。はい、渡船の楽しみといえばこれ、お弁当ですね。すぐいただきます。うまっ。コンビニ弁当もいいですけども、渡船屋で頼む弁当、至福の時間です。ぜひ皆さん。でもやっぱり印象深いショアジギロットはやっぱ初代のトリプルクロスやな。3種のカーボンクロスを使っているトリプルクロスっていうのと、あとはシーバスとエギとショアジギ、この3本の柱で構成しているという意味でもトリプルクロスっていう名前をつけて、その当時はやっぱりソルトゲームっていうと
シーバスとエギはまあもうほとんどで、それ以外は大してあんまりなかったんで、そこにショアジギっていうものを放り込んだっていうのはやっぱ印象深いですね。それまではもう硬い、もう磯から青物をやるようなショアジギロットしかなかったけれども、トリプルクロスで初めて LSJ っていうカテゴリーを作って、そこからですもんね、間口が広がったのは。それからずっとライトショアジギングを愛してますって言い続けてきて、もはや10年、そして今はスーパーライトショアジギングを愛してますって言い続けてますね。これから10年間言い続けよう、スーパーライトショアジギングを愛してます。なんかここ来るときいつも豪雨か爆風か猛暑か、その3つやな。なんかトリプルクロス、トリプルクロスやな。もう豪雨でわずかな雨をこうやってこの角度だけちょっとだけ、もしくは爆風でこうやって絶対に飛ばされるなっていうのか、今日のような猛暑か、トリプルクロースやな。戻ってあの冷たいおしぼりと冷たい麦茶とかき氷、今日も出てくるんかな。おおきにやで、おおきにやで、お前大変やったなって言うて、おかみさんがね、いつもおかみさん優しいからな。十字の慈愛を信じるしかないな。単発ボイルがあった。あ、追っかけてきたよ。なんかちっこいのが追っかけてきてた。ツバスか塩か、よっしゃ、食った。よし。待ちかな、しようかな。どっちかな。もう引くね。14に SSJ 燃焼としてくれる。塩だ。よいしょ、よっしゃ、いい、来ました、塩ですね。まあ本当にこれは、ベーシックなワンピッチでしたね。まあ、最近流行りのね、リトリーブだけのショアジギング、これがね真の釣りで、まあ昔からのベーシックなワンピッチの釣り、これとね両方とも試してもらうといいと思います。で、まあ巻きの釣りでね、タチウオが釣れたりとかマダイが釣れたりっていうこともありますし、こうやってワンピッチでしゃくってると、まあ、塩が釣れたりハマチが釣れたりですね。まあ、両方の釣り試してみましょう。で、
942の SSJ スーパーライトショアジリングで、まあ、ちょうどこれぐらいの青物と遊ぶのにはぴったりの竿ですね。ぜひ皆さんもライトショアジリング、そしてスーパーライトショアジリングも楽しんでください。もちろんオーラの一文字に来るのはてるちゃんやで。締めて美味しく持ち帰ります。ここのエラのね、一番薄い部分、ここにナイフを入れて血を出します。で今血出てますね。でしっかりと血を抜いて持って帰ると美味しくいただけますので、ぜひしっかりと締めて持って帰りましょう。ピーカンベタナギ、しかもベイトっけなし、こんな時でもいつ来るか分かりません。キャストをやめるな、そしてカメラを止めるな。タチウオ、ガシラ、アジ、塩、今4目ですね。まあいろいろ釣れるんがこのスーパーライトショアジギングの面白いところですけれども、何が来るかは揚げてからのお楽しみ。まあもともとショアジギングロッドっていうのがあって、でそれをまあちょっと繊細にしたライトショアジギングロッド、これまああのメジャークラの得意なジャンルなんですけれども、僕が好きなジャンルですけどもね、ライトショアジギングロッド、これでねショアジギングの敷居は随分と低くなりました。まあでもライトショアジギングだいたい 50g 以下の銃を投げることが多いんですけれども、言ってもね、あの初めてショアジギングする人が 50g の銃を投げるって結構怖いことなんですよ。やっぱり今までエギとかミノーしか投げてこなかったっていうんだったら、 50g のジグって相当ヘビーなジャンルになるんで、まずはね 20g、30g、まあ、それぐらいの重さのものだったら、まあ、エギとかバイブレーションプラグとかその辺の重さと大して変わりません。だったらエギングロッドやシーバスロッドでもいけるんじゃないかなって思われるんですけれども、まああのちょっとした釣りだったらできます。でもやっぱり本格的に青物を狙うってなったら、ある程度もうちょっとバットパワーっていうのも必要ですし、一番はグリップの長さですね。このグリップが短いとしゃくりが非常に疲れる。エギングロッドでやろうと思うと腕でしゃくらんとダメになるんですね。この腕でしゃくるっていうのは非常に負担が大きい。でもリアグリップが長いことによって、スーパーライトショアジギングロッドだったら竿自体は繊細なんですけれども、やっぱりバランスが取れているので非常に楽にしゃくれる。脇で支点を作って安定したしゃくりができるんですね。やっぱりこの安定したしゃくり、これがやっぱり長時間やり続けれる秘訣です。ただまあショアジギング入門、何かしら魚を釣ってみたいっていう人にライトショアジギング LSJ をずっとおすすめしてましたけれども、もっともっと身近に手軽に楽しんでもらえるのがこのスーパーライトショアジギングです。でターゲットもますます増えます。逆にターゲットは選べないって言ってもいいぐらいだと思いますね。何が釣れるかわからない、まあ本当におもちゃ箱のような釣りが楽しめますんで、ぜひ SSJ を愛してください。タナから少しバージョンを変えてみました。あーカンパチの刺身とタチウオの塩焼きで、間違いなく飲みすぎ注意報やな。それを言うなら
杯を開けるなじゃないかな杯を開けるなあ、ボイル、あ、一瞬で沈んだな、一瞬やな。ボイルの向こう側に投げて横切らせる。でボイルの時はもうあんまり早くしゃくる必要ないですね。どっちかっていうと銃をゆっくり見せてやる方がいい。ベストなとこ入ってんねんけどな。ここ大浦の一文字は、あの横はまあクロマグロですね。クロマグロの小さいやつ、横輪が釣れることもあるんで、まあスーパーオキテイボーですよね。ルアーマンにも大人気。ショアジギングやる人だったら一度は来てほしいところですね。ただその日その日で状況が変わるんで、 Go for broke、 当たって砕けろの精神でチャレンジしてみてください。そして大浦の一文字に来るならてるちゃんやで。これアップされたらすぐファンキーさんから電話かかってくれやろうな。広瀬はあれはあかんわ、笑ったわって言うて卑怯やわ、アンさん卑怯やわ言って電話かかってくれやろうな出た、パシャって出た。一回だけやな、あれも。もうちょっとバシャバシャって続かへんな。おお、ハマチ、ああしようかな、どっちやろうか。やっぱりなんかベイトの下についたなと思ったら、ああやって青物がつくねんな。間に合うかな。今足元でボイル、一旦ボトムまで沈めます。一気にハイパージャークで食わせます。いない、一瞬でどっか行くな。あ、くく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 、3匹ついてる。塩、食うよこれ多分。あー見切られてる。もう完全にジグロックオンしてじゃれついてたけどな。いきなりチャンスはやってくる。キャストはやめるな、そしてカメラを止めるな。あ、向こうで出たな。今もう食う寸前やったけど、やっぱりこの早いしゃくり、これで塩のスイッチは入ります。もうほんともう食うっていうところやったけどね。もうちょっと距離があったら食わせれたけど、で見切られたら今度逆にじっくり見せてやる。これでいきなりゴンって入ることもある。よっしゃー、狙い通り。
はい、バージャークで活性上げといて、ゆっくりしたジャークで食わせる。ちょっとマシな塩やね。ちょっとサイズアップしましたね。いや今のはね、まずは早いジャークで、塩の活性を上げて、でもうほんと食う寸前やってんけれども食わへんかった。その時に同じことやり続けるとね、塩ってねすごくすれやすいんですよ。だから次はもう完全に見せてやる、見せて食わせる。しゃくりの速さによって同じ魚でも食わないやつも食ってくるんで、まあ早いしゃくりからのスローなしゃくりで、そういった技ありの一本でぜひ青物を狙ってください。でやっぱりこの TG32g、 ええ仕事しますね。オーラの一文字に来るならもちろんてるちゃんやで。その時は杯は開けるな。やってる。ああ続いてくれ、続け続け。よっしゃ、ちょっと続いてる、続いてる続いてる。あそこの油ありますね。あー沈んだな。あれがねスイッチ入ってたら長い時間続くんですけどね、バシャバシャってやってすぐ終わっちゃう。よくある状況といえばよくある状況やけどね。水温が上がって悪くなる時もあれば、水温が下がって悪くなる時もあるし、大雨の影響で濁りが入ったり水潮が入ったり、まあそういった悪条件な時はやっぱりタングステンのコンパクトなジグでなんとか口使わせる、そういった釣りがやっぱりがぜん有利ですね。ほらね、がぜん有利 DG。 塩やね。よいしょ。はい、まあ、今もねちょうど話してたところなんですけれども、なかなかね、ボイルがあってもすぐ沈むとか当たっても乗らないとか、そういった条件のね厳しい時必ずあります。いつもいつもよく釣れるっていうことはないんで、まあ、そういった時はやっぱりコンパクトなシルエットのタングステンのジグ、これだったら食ってくるっていうことが多いので必ず準備しておいてください。で TG の 32g とバランス的にちょうどいいのが942の SSJ でスーパーライト正直行くですね。まあ、塩、ハマチ、サゴシ、タチウオ、サバ、カマス、いろんな魚と遊べますんで、ぜひとも皆さんこのスーパーライトショアジギングでいろんな魚と遊んでください。スーパーライトショアジギングを愛してます。オーラの一文字に来るならもちろんテルちゃんやで。以上これにてフィニッシュ。